えー、皆さん明けましておめでとうございます。えー、1月8日、えー、火曜日15時になりました、えー。やっぱラジオ昼間便福田康之と申します。えー、っと皆さんどうですかね。あのー、まあ、結構あのー、温度っていうかですね。なんて言いですか。えー、っと気候,気候は。 えー、いろいろ冷え込んでますけれども、えー、お体、えー、大事になさってください、えー、っとちょっとね僕、昨日からちょっとですね、あのー、風邪ひいてしまったんですけどねその風の原因っていうのが、えー、年末年始、あのー、結構忙しくて、えー、っとイソマンピースフルイルミネーションっていうイベントがあってそれが年末だったんですけどね、えー、カウントダウンライブってってやったんですけど、まあ、それで結構ですね、えー、めちゃくちゃ寒かったんですよね。 で野外な屋外なんもんですからでテントが張ってあって、上にでそれがですね、あのー、結構、風がね、あのー、お客さんの方からくるんですよね、ガンガンでそれがテントにぐるぐるぐるって風が回って、あのー、それがもうアーティストに直、ね、もうあのぶつかってくるっていうかこれがねものすごく寒かったですねだからあこ、ね、そういう野外のイベントをやる人なんかって大変だなと思ったんですよね。 でそれが、ね、終,わ終わりまして、まあ、それから、ね、すぐに、えー、っと那覇に移動しましてで1月1日はオーパーオーパーってありますよね、那覇にね新しくできたところそこに行ってまた、えー、バスケットボールの JJ さんたちといろいろやって、えー、演奏しまして、まあ、すごく良かったんですけどね、えーまあ、そういうのが、ねまあ、結構続きまして 1>, で1月の5日は前の、えー、っと山形屋ていうんですかね何、えー、て言ったらいいんですかねあそこはもうちょっと分からないんですけどハピナハっていうんですかそこね琉球王国村とかなんとかっていうちょっと分からないんですけども、えー、その建物の前で、えー、っと演奏する機会がありまして、えー、これもねも,うものすごい寒かったですね。 それが、ね、5時から8時までずっと、ね、ぶっ通しでやるっていうのがあって、まあね、なかなか、ね、他のアーティストさんもいろいろ大変だったんですけど、まあ、仕事とはいえあの、まあ、あの体を、ね、しっかり温めないと、えー、大変なことになってしまうなというねいろいろちょっと、えー、感じた次第でございますが、えー、皆さん、えー、元気に過ごしてますでしょうか、えーっとまああのー、木曜日からちょっと、えー、東京に行く予定があったんですが えー、それもね、ちょっとね、喉がね、ガラガラしてるもんで,で、来週はちょっと海外にちょっと行くもんですから、ちょっとね、今回はね、さすがに行けないなと思ってですね、まあ、今回の東京行きはちょっとやめようかなと思ってるんですけどね。えー、とね今日はあのー、まあ 年末年始ではなくて、なんていうんですか、えー、っと2019年、えー、始まったばっかりですから、えー、どんな曲をね流してあー皆様に、えー、お届けできるのだろうかといろいろ考えたんですけどね、今日はちょっとエルトン・ジョンの曲とか、えー、流したりとかですね、えー、やりたいなと思ってますので、えー、どうぞ最後まで、えー、お付き合いいただければと思います。 FM Naha, your radio station, Okinawa. えーっとですね年末話にもちょっと戻っちゃうんですけどもえー、っとなんかこの間、えーまあ今年えー、去年の最後の放送の時に、えー、石垣島に突然行きたくなってで放送が終わってすぐ行ったんですけどえー、っとですねまあ向こうでちょっとベーシストの、えー、友達とかがいろいろ遊んでましてそこに暮らしちゃってるんですよね移住してでその人をねちょっと頼って行ってまあね 石垣島ってこんなに変わっちゃったのかなというに、まああのー、印象がありまして、まあ、十何年ぶりに行ったもんですからねこんなにね国際通りみたいになってるなってねちょっとびっくりしましていやーこんな感じで変わっちゃったんだな変わっちゃったって言ったら失礼ですけどねだからそれでまたいろいろみんなで、えー、だらだらと、えー、酒を飲んだり。 ミュージシャンの人たちと一緒に、えー、ちょっと歌を歌ったりとかして、えー、過ごしました、えー、その翌日に、えー、竹富島に行ったらいいんじゃないかっていう話がありまして竹富島に、えー、行ったんですけれどもあの船で大体どれくらいかな10分くらいでまあ着いちゃうんですよねでそのまああいにくのまあすごく天候が悪くて 悪かったんですけどね、僕、何を持ったかちょっとわかんないんですけど、あのー、ガラスボードにね、どうしても乗りたくて、乗ったら何にも映ってなくてですね、あのー、ただの濁った海が、まあ、ただ広がっていたというね、感じだったんですが、まあ、うちの親父も、えー、海んちで、合わせて海んちやってるんですけどね、まあ、久しぶりに海も、えー、見て、えー、船も乗れてよかったなと思いました。で 竹富島っていうところになぜ行ったかっていうとあのそこに,昔,に昔からずっと伝わる三神っていうのがあって小家から、えー、久米島の役人に、えー、渡された三神っていうのが、まあ、博物館に向こうに収、えー、められてるんでそれをねそれがですね面白かったのがまあ三神っていうと皮、あのー、は蛇の皮で、えー、張られててっていうのが当たり前なんですが。 実は当時はですね、意外と馬とか、ヤギとかですね、豚とかですね、いろいろあって、その中にも、渋針っていってですね、あのー、芭蕉を、何枚もね、芭蕉布の紙を、紙状になったものを何枚も貼り合わせて、えー、やっているものが、えー、渋針三神っていうのがあってですね、これをね、どうしても見たかったんですよね。で、見まして、まあ、あのー、結構ね、感動しましたが、えー、その中でも、まあ、その岐阜車に乗ってですね、 あのー、いろんな、あのー、町を町っていうんですかね村っていうんですか、えー、いろんなところをね案内してもらったりとかしながら、えー、非常に、えー、雨降りだったんですけどね非常に楽しい、まあ、石垣島の旅になったなっていう風に思いますであのー、それ牛舎もぐるぐるぐる回った後にあのー、えー、っとその観光のねそのお兄さんが、えー、一人一人ちょっと並んでください牛の隣に並んでくださいっていうんで、えー、並んだね えー、記念撮影をしたいということであ記念撮影撮ってくれるんだと思ったらね、まあ、その僕1人で行ったもんですからねなんか牛と一緒に1、ね、人で、ね、回ってる写真なんかねどうしてもいらないっていうそういうい僕の気持ちがありましてね、まあ、それを受け取らずに、ね、僕はあの帰ったんで、まあ、なんかに、ね、役立ってもらえればいいんじゃないかなって思ってますけどね、えー、っとエルトン・ジョンの、えー、曲を、えー、かけたいと思います。えー、エルトン・ンジョンっていう方がね 非常に、あのー、影響を受けけた、えー、ミュージシャンだなと思うんですけどね、えー、っとエルトン・ジョーン現在71歳、えー、イギリス出身のシンガーソングライターと、えー、シングルとアルバムの、えー、総売り上げは、えー、ビージーズやローリング・ストーンズピンク・フロイドを上回る、えー、約3億枚を、えー、記録していると。 でローリングストーンズの選ぶ、ローリングストーンですね、ローリングストーン誌の選ぶ、えー、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいては、第38位ということでね、いや、すごいなと思いますけれども、えー、っと、なんか昔、えー、どっかの図書館でね、なんかいろいろアーティストのことを調べたりとかしてた時期があって、その時にちょっと、えー、読んだエルトン・ジョンの面白い話があって、あのー、すごく小さい時からずっと、あのー、無口で、 あのー、人からも「サイクとか「です、ね、ダサい」とかねなんかいろいろ言われてすごく引っ込み思案な、えー、人間だったっていうことを自分で言ってるんですねでその時にまあ小さいとこからやってたピアノを演奏する、えー、そしてまあ歌を歌うっていう演奏する、まあ、ちょっとしたそのショーホールみたいなところでの機会があってそれが、あのー、人生で初めての初ステージだったらしいんですよ。 でその時にあの演奏した時に何かが全てがこう崩れたように本人があの壊れちゃったらしいんですよね。でそれをねあの激しくピアノを弾いてあの叫んでピアノの上であのダンスをして、えー、叩きつけるようにあの演奏するっていうその手法を、えー、行った時にエルトン・ジョンというアーティストが、えー、生まれたと、えー、初ステージに、えー、で、あのー、素晴らしいパフォーマンスを。 やってのけたっていうことで、それからあのエルトン・ジョンというミュージシャンがあの注目されることになったらしいですね。ということで、えー、エルトン・ジョンといえば、えー、この曲じゃないかなと思います。ユ、え、ア、ー・ソング、放題がですね、僕の歌は君の歌という歌です。はい、えー、エルトン・ジョンでユア・ソングでした。えー、っと、まあ、歌っていうのは、まあ、非常に 心をすごく和ませてくれる素晴らしいエネルギーだなと思います。まあなんかすごくまあきつい状況とかですねまあいろんなことがえ皆さんの中であると思うんですけどまあそんな中でもあの音楽をねちょろっとねテレビの中でえ聞いたり流れたりとかしてるやつをえ聞くとやっぱその,その瞬間に心が降って なご、ねあのー、むっていうことがあると思いますけれどもそれがやっぱり素晴らしい音楽の、えー、力だなと思いますえー、っと実はですね、まあ、この番組なんですが、えー、茶炭長老酒造工場株式会社というねあの島酒の、えー、会社がスポンサーについていただいておりますのでその CM を流させてもらいます。 作り続けて170年感謝の気持ちを味の音色に北谷長老酒造工場株式会社。 はいえー、っとですね茶炭長老、静岡工場株式会社の提供でお送りします。えー、っとまだあの最近、ですね茶炭長老は、えー、いろんな商品を、えー、新しいものをですね、えー、開発してまして、コシュ43度もう、ね、新しく、えー、ニ,ューニューアルして、えー、販売しておりますので、えー、ぜひぜひ皆さん、あの店舗に、えー、行った際はです、ね、あの茶炭長老をぜひ、えー、手に取っていただければなと思います。えー、っと あの僕もあの何度か、えー、工場の方にお邪魔させていただいてるんですけども、えー、茶炭長老っていうのは実はですね手作業なんですよねあの、まあ、ライン作業が、まあ、主流ではなくて、えー、手でですねあの瓶をこう持ってこう1締めセットしてで入れてでまあ 機械が閉めたりとかすると思うんですが、まあ、そういう管理をね全部自分のなんかの手でやってるっていうのがね一番の、まああのー、自分たちの、あのー、いいところじゃ,んじゃないかなっていうような話をしてましたねということで、えー、皆さんなんか、あのー、島酒とかねいろいろ飲むかなと思うんですけどね是非ねあの茶炭長老ね一口 味見ごわしてもらったら、えー、そのね、透き通った良さが分かるんじゃないかなと思います。えー、っと、1月1日、オーパーの、えー、イベントが終わりまして、で、なんか、まあ、僕、基本的にその、神社に行って、あの正月の初詣っていうのは行かない人間なんですが、あのなんか知らんけど、その、浜東島に行きたくなったんですね。 で浜比嘉島に来まして、えーまあ、いろんなところを、まあ、懐かしいなと思いながら、えー、いろんな街を、えー、歩いてきました。えー、そしてまあその、そこで過ごしてるとですね、あのー、お家に帰りたくなくなるんですよね。せっかくだからもう少しこっちの時間、えー、ここの場所にいたいなってなるじゃないですかね。えー、そんで僕はあの浜比嘉島リゾートっていうホテルに泊まって、 あのー、いい年始をです、ね、迎えましたけれどもね、あのーまあ、昔よくあのデートとかなんとかで、まあ、中部の人だったらそうだと思うんですけど海中道路とかに行ったりとかして、まあ、免許取り立ての、ね、若造だった自分が、まあ、彼女を連れて、あのー、海中道路行ったりとかするんですね。でしてた時にその海中道路をちょうど橋を渡って 切ったところに、あのー、右手に見える、ま、た大橋があるんですがそれが、えー、浜日島のに渡るための橋なんですねでそこで昔からまあよくいろいろ海に行ったりとか入ったり泳いだりとかしてだらだら若い時の話とかいろいろやってたんですけどもその時にすごくその浜比島リゾートの丘の、えー、上にあるそのホテルがすごくキレキレしてて。 一度は泊まっっっってててみたたいなってどっかで思ってたんで思んすねだからまあこの年なんで泊まっちゃっていいんじゃないかっていうねであの沖縄の人だから沖縄のホテルに泊まらないっていうのはどうなのかなっていうのがあってでそういうのもあったもんですからその宿泊したらやっぱりその宿泊したなりのその良さっていうのがあってそ,のそこからしか見えない景色っていうのがまあ広がってるわけです。 島が見えたり、久高島が見えたりっていう、ああのー、若い時に、18歳ぐらいの時に、自分が、ねあのー、焚き火したり、なんだかにしてたビーチはあそこなんだなとかね、こう見ながら、あのー、時の流れっていうのを、まあ、結構ね、楽しんでたんじゃないかなって思いますけどね。えー、じゃあ、また、えー、エルトン・ジョンの歌を流したいと思います。この歌も、えー、非常に大好きな の一つです、えー、グッッバイイエローブリックローーリクド <radio> FM Naha はい、えー、グッバイイエローブリックロードをお届けしましたえー、っとその1月2日は浜東島に泊まったんですが、まあ、その帰りに、えー、なんかあのお客さんが東京のお客さんがいましてそのお客さんがあの百流欄の方にちょっと、えー、待ち合わせたいということだったんで 玉城、えー、村まで行って玉城村0名の百ガランっていうね超高級ホテルがあるんですが、まあ、そこに行きましてですごくいい景色でまあその宮本亞門さんがすごく愛したっていうその東海岸が広がっていてまあこんなに素晴らしい景色っていうのはさすがだなと思ったんですけど1泊あたりがですね、まあ、あの楽天の、ね、なんとかで とか、じゃらんとかで使ったとしても、1泊あたり7万5千円ぐらいするんですよね。で、それをまあ、いろいろ、なんか、素晴らしいな、やっぱりそれだけの料金がかかる分だけのやっぱりサービスだったり、建築日だったり、すごいなと思ったんですね。で、まずその仕事が終わりまして、それからどうしようか、このまま、那覇に帰るっていうのはどうかなっていうのがあって、泊まってみようと。 でたまたまその一室空いてる部分のところが、ね、7万5000円の、えー、朝食夕食付きってやつがあったんでねそれねちょっと泊まってみたいなっていう気持ちにな,なりまして泊まりましたそしたらねもういやもう素晴らしいですねあのー、ベランダからもうすごく、あのー、素晴らしい景色が広がっててで露天風呂まであったりとかして非常に、えー、ただ広い ホテルの中で1人でポツンとえ過ごすっていうことになったんですけどもでもまあそのやっぱりそのいいものをやっぱり感じるっていう部分っていうのはやっぱりこの時々自分に与えられていかないといけないんだなっていうのを非常にえ自覚したえーホテルだったんですがそこでのねもう夕食とね朝食がものすごく美味しいんですよでまあそれなりの量は出てきてまあコースで出るんですがもう 何ににも残さずに食べましたねあこれだけねあの塩加減だったりこの調味料だったりその食材だったりっていうのをもう生かしに生かし尽くしてもうこんだけ美味しい、まあ、あの万人に受けるような沖縄料理を作るっていうその技術っていうのがやっぱりその食事を通してすごく見えるんで非常に楽しかったですねで、まあ、露天風呂も入ったりとかなんとかして、えー、やったんですが でなぜまあ僕が、まあ、その百名がらんとかそういったホテルに泊まりたいと思ったかというとその東京のお客さんとか、まあ、いろいろいましてその方たちっていうのはホテルにまずはホテル沖縄のホテルどこに泊まるかっていうのでまずその旅のよし悪しが決まるんだとホテルが嫌だったら旅が良くなくな,るなっちゃう。 だから非常にそのホテル選びっていうのは重要視してるんですよっていう話をされてて確かになと思いましただでもそういうのをずっとまあ聞いてたんですね、あのー、僕なんかは海かじテラスと百長ランっていうのがすごく大好きなんですけど福田さんどこのホテルがおすすめですかって言われてもね沖縄の県内で住んでて沖縄のリゾートホテルに泊まるっていう経験っていうなかなかないんでだから なんて言うんですすかねね、まあ、回答にに非常に困ってたわけです、ね、でもそういったそのなんでその人がそういったことを話しするのかなっていうのが非常に疑問だったんですでもその実際に泊まった時にああなるほどなとあのいいものをいいものまあいろんな形のいいものっていうのはあると思うんですがそういったその本土の人たちが愛してるいいものっていうのは何なのかっていうのを沖縄の 県民としてて感じるっていうのも非常に重要だなと思いましただからそのまあサービスなり何なりいろいろあったんですがあのもうそこにまあ宿泊してしまうとそこから出たくない、えー、そこにからまあ外出する理由がないっていうぐらいにまあ非常にホテルの中だけでもあの非常にえ作りが良くてああの過ごしやすいえところだったなと。 思いましたえた、ー、じゃあまたもう一回エルトン・ジョンの曲をいきたいと思います。えー、エルトン・ジョンの曲で、えー、風の中の火のように、キャンドル・イン・ザ・ウィンドウっていう曲があるんですけども、これ、昔、僕が中学校ぐらいの時に NHK で、なんか外人のね、なんかイギリスかなんかのファミリードラマかなんかだったと思うんですけど、30分ぐらいだけやる、えー、もう本当に非常にね、人気ない感じの、 ドラマがあったんですね『天才テレビくん』とかの後にちょっとやるみたいなでそれがね自分とっても大好きな、あのー、ドラマの一つでしてそこで使われてたのがこの、えー、曲でしたあ,あのー、この曲を聴くといつもその自分の中学校の頃のことを思い出したりとかします皆さんもその曲によってこれを聴くと当時のことを思い出すとかあのー、あんな楽しかった時のことを思い出すとか辛い時のことを思い出すなとかっていろいろあると思うんですけどね まあ曲っていうのはまあそ,の人その人なりの,その背景に時代背景があったりとかしてまあその貴重さっていうかですねただのまあ曲じゃないアルバムのような一曲一曲っていうのが世の中にたくさんあるんだなというふうにえ思います。それではえエルトン・ジョンで「Candle in the Window」「風の中の火のように」。 作り続けて170年感謝の気持ちを味の音色に茶炭長老酒造工場株式会社はい、えー、続いてはあのちょっと、えー、雰囲気は変わるんですけどねあのー、なんかこの間ラジオを聞いている、えー、方からちょっと意見がありまして自分の 歌ってるやつとかもなんか流した方がいいんじゃねえかって話があって、なるべく自分の歌っていうのはあんまり流したくないなっていう思うんですけども、どうせだからっていうことでですね、じゃあちょっと流してみようかっていうことで、ちょっと紹介させていただきたいと思います。えっと、最近なんですけど、民謡をやってるあの堀内かな子さんの2枚組のアルバムが去年ですね、2018年に出まして、 それが2枚組がですね1番目がまあいろんな人たちとの,そのコラボレーションの曲があったりとかでディスク2っていうのがまたあってそれが沖縄の民謡をねコテコテのやつをいろいろ歌っているっていうやつなんですけどねその中のねあの2曲目にですね「ミート・ブ・ニ」っていう曲があって、まあ、それでちょっと堀月加奈子さんと一緒に、えー、民謡を参加したんですけどね あのー、1曲目は藤、えー、原淳二さんとかあと元ネーネーズの,あの松田聖吉さんとかもいろいろ豪華な方たちが、えー、登場しますのでぜひぜひ機会があればですね堀内加奈子さんの2枚組の、えー、CD「チム・ズラサ」っていうやつをね あのお買い求めいただければなと思いますけれどもえっとまあその中でまあちょっとあの先ほども話したように「Meat of m っていう曲でえ一緒にデュエットしましたのでちょっと流してみましょうか <78. 0 S 1> f「f m オーケーションえっと堀内加奈子と、まあ、僕で、えー、歌いました「ビートゥブニ」をお届けしましたえー、っとある、えー、男がいた、えー、ある男性がいました、えー、彼とはその、まあ、名護のバーで知り合って いろんな話を、えー、聞かせていただきましたけれども、えー、彼はあのー、昔、その簿記係にいて役場の簿記係で勤めていたで、まあ、それで何不自由なく生活できていたでも、まあ、その親戚が、まあ、遺産を持っている親戚が突然亡くなったということで彼は大きな財産を得て何億円という財産を得て。えー 彼はそしたら彼はその簿記係をやめて、えー、離職しましてこれからはまあ何にも縛られずに自分の人生を歩んでいくんだっていうことを選択されたわけですねでそんで、えー、小さい時からヨットが好きだった彼っていうのが、えー、ヨットを買ってでそこで世界中を旅していきたいっていう、えー、そういう夢に向かっていったわけですね で彼は、まあ、ヨットを買って、えー、日本を出て、まあ、たくさんの,その、えー、太平洋を、えー、渡りてで、いろんな島にたどり着きながらも、えー、彼が、まあ、一番たどり着いたという場所、行きたかった場所というのが、えー、アフリカのセーシャルソ諸島に彼は、えー、到着しましたでそんで、まあ。そこに到着したら、その船っていうのはもうボロボロになってて。 もう全然渡航できなない状態になってでそこを見たその島の住民っていうのは、まあ、異邦人だった、えー、彼に対しても、すごく優しく接しててで、島にはたくさんの木があるんだと、それで船の,船の,その作り方を、えー、教えてあげるって言ってで、島の人たちとの,その温かい気持ちに恵まれながらは、えー、彼は一つ一つ船の作り方を教えてもらって、 えー、歳月を経って完成させたでも彼はそ,のそこの島を出,出ないといけないで完成すると、えー、ここの島を出ないといけないんだっていうどっかで、ね、その寂しさをか、えー、みしめながら、えー、彼は船を作ってたでもそのいよいよ出発っていうその前日に、えー、パーティーをしまして、まあ、島の住民がもう別れを惜しんで「さよなら」と言いながら、えー、焚き火を灯して。 素晴らしい食事と、えー、お酒、えー、素晴らしい夜が続いたで翌日、えー、いよいよ出発っていう時になるとその船を見ると、えー、船は燃えていたで、まあ、これは放火なのかな,なんか分かんないと言って、まあ、彼を落ち込む彼を、まあえー、住民っていうのはまあみんなで励まして、あのー、また作ればいいじゃないかと、えー、島にはこんなにたくさんの、えー、木があるんだっていう。 でもう、また、えー、改めて船,船の作り方を教えてもらって、えー、みんなで仕上げた。で、またその船が完成したってうんで、えー、彼はあの前日にですね、またパーティーを開いた。で、開いたんですけど、そのパーティーの最中に、また船が燃えてるわけですねでな。どういうことかと。で、みんなが犯人探し始めたんですね。で なんですけどもその船の見張り番をしていた島の若者が、えー、実は火を放ったのはその日本人の彼であのそれを目撃してたと彼が、えー、涙を流しながら船に火をつけるのを彼は見届けてたわけですでそれでなんでそんなにそのみんなで作った船を燃やすんだって言ったらその島から出たくないとあまりにもこの島が美しいから あの船が完成するのがすごく寂しかっただから新しく完成した船に火を放ってしまったっていう話があるんですがでそれを聞いた島の住民は、えー、どうせそうになったらここの島に住めばいいじゃないか最初からそうやって、えー、住みたいって言ってもらったらそうするのにっていう話をしたっていう話があるんですよねだからそれがなんかまあ僕もそういうような、えー、一歩間違うとそういう人間なんだななんじゃないかなと思うんですね やっぱりその痛くてもいられないっていう場所がいろいろあったりとか、えー、世の中にはいろいろな場所があって、えー、環境があって羨ましいような硬、えー、い環境があるんですけどもでもまあそれでも、えー、自分自身の人生っていうのをしっかり歩んでいかないといけないっていうことなんだろうなっていう風に、えー、感じたわけです、えー、また大好きな曲を、えー、かけたいと思いますえー、っと長井真理子で「キープオンキーピング i ステーション、沖縄、はい、えー、長井まりこで、えー、キープオンキーピングオンをお届けしました。えー、まあ早いもんでもう1時間も経つんですけど、えー、っと来週はですね、まあ自分は、まあ、あのアメリカに行くんで、あのまあスタッフの人にお願いして。 えっと収録にしたいなと思ってますけどね。なんていうんですかねまあいろんなえアメリカに行くとかなんとかっていうのもいろんなミュージシャンが向こうにいてで矢野亜子とか大江千里とかみんなあのニューヨークに行っちゃったりとかするんでまあそれをねなんでそこに行くんだろうっていうのもやっぱり分かんないんじゃないですかね。 だから分からないものはまず行ってみないときは分からないっていうねだからそういうのを、まあ、のいろいろ、えー、感じてきてまたいい話も、えー、持ってこれるんじゃないかなっていうのをどっかで、ねえー、期待してますけれども、えーまあ、今まで、まあ、これまで流した曲の中でも、まあ、皆さんの中に、えー、いろんな思い出があって、まあ、曲っていうのはすごい力があるんだというのをやっぱ僕はいろいろ音楽によっていろいろ救われた。 と思ってるようなな人間なんででそれをですねあの皆さんの、えー、耳に、えー、入れることができればで皆さんが皆さんなりまたそういうのを素晴らしいものをね、あのー、養っていくような、えー、そういうきっかけになればいいなと思って、えー、このラジオをやっています。で今年も、あのー、できるだけ長く、えー、やっていけるように努力していきたいと思うので、えー、引き続き よろししくお願いしますさて、えー、今日は1月8日、えー、年末年始、年始ですね、年始の初めての、えー、放送でしたけれども、皆さんお、いかがでしたでしょうか。で、また、えー、そうですね、再来週ぐらいには生放送できるかなと思います。来週はちょっと、えー、収録にして、えー、ニューヨークでいろんな、えー、楽しいことをね、 あのやっていければなと思ってます。今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。やっぱりラジオ昼間便パーソナリティ福田康逸でした。とこのラジオはですね、茶団長老酒造工場株式会社の提供でお送りいたしました。皆さんどうぞお怪我なく体もね丈夫に健康でまたお会いできる日を楽しみにしております。それでは皆さんさようなら。